わいいね。めちゃくちゃかわいいね。おいで、田舎だ。おいで。うわ。魚。みちょ。みちょさん。お久しぶり。久しぶりですね。お願いします。みちょさん。違う。ひなとかなね。ひなとかな。よろしくね。どうすかりとさん。いや最高だね。涼しすぎるマジで。よし、景色が良すぎる。いいでしょ。めちゃくちゃいい。よっしゃ、勝ったの日な。うん、今日楽しみだね。よかったね。お利口だね。かなちゃん本名はかなお。かなお、かなお、かわいいね。ビール飲むか。いや、かな飲まない。こっちはひなちゃん。こっちはひなた。ひなた。うん。でひなたとかなおでひなかな。ひなかな。うん。ひなちゃんがかなちゃんのお母さんになるんですか。そう。お母さん娘。うん、娘。そう。お父さん。飲みますか。飲みましょう。ありがとうおじさん。いいっすね。ではどうもっす。ようこそ伊勢。キャンパイ。買ってきました。やるか。よしよ。なっちゃん、かなちゃんやるぞ今日は。ちょっとお菓子持ってきたから、あげて、あげてもらっていい？ん？あげてもらう？俺じゃないの？いや、やっぱ国じゃない。あ、俺じゃない。めちゃくちゃうまそうだけど。おつまみではない。おつまみではない。え、あげていいの？あげて、あげて。やかな、食べてくる。はい、どうぞ。はい。めちゃくちゃ可愛いね。可愛いでしょ。うーいじょー。よかったな、ひな、かな。よかったね。ありがとうね、来てくれて。まだ食べる？まだあげていい？またもらいな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。可愛い。一緒に寝れる？一緒に寝ていいよ、全然。いい。可愛いな。あんまこっち側から見ることないから可愛いの。ああ、ケツばっか折ってるもん。ケツばっか折ってるから。
かわいい。犬キャンプいいな。水飲み。これ、これどうぞ。いいね。はいどうぞ。はいどうぞ。はいどうぞ。ビール飲むか。おお、やりますか。すげえ。よいしょ。おお、食べてる。おいおいおい。食べれる。食べれる。ひなじゃないでしょ。先ほどもらったでしょ。ひなじゃ食えるの？あ、ダメダメダメ。みちゃさん。ほぼ。ちょっとこれあげてこの上に置いてもらってもいいですか。これなら君たち食えないだろう。やれ。やれ。よいしょ、よいしょ、あー届く届く全然届く。微信に足の忍び立食スタイルにしますか。じゃあちょっとよっしゃやりましょう。あのっすいいじゃん、ちょいいる。うん、いらない。あ、いるいるいる。あんま素材の味楽しむタイプじゃないから。どうぞ、行きましょう。ではだ、いただきます。いただきます。これすごいね、取ってきてくれたの。そう、今日あそこで。さすが、泳いで。ありがとうございます。どうぞ。これ何が、いや中トロみたいなのからいっちゃった。中トロじゃにゃーの。いいっすか。どうぞどうぞ。わさびもここにあります。じゃあ俺も中トロからいただきます。うん、うまっ。どうですか、美味しいっすか。うまい。うまい。ビール飲ます。はい、いただきます。行きましょう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 。あらっす、うそ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 う。いただきます。うわ、最高っすね。最高ですね。やっちゃってんなこれ。飲みます。ビール。あ、いただきます。チャス。はい、ぼちぼち気持ちよくなってきてる。おー、富士山めっちゃ出てきましたね。ねえ、外で飲みましょうよ。どうすか。ちょっと飲みましょうど。ねえ、エモエモですよ。エモエモだ。ガンガン僕飯作るんで行きましょう。ありがとうございます。楽しみ。よし。玉ねぎを切っていきます。よし。玉ねぎ好きですか？大好きっすよ。どんぐらい？困っちゃうな。ちょっと待って。ちょっと待って。ひな、ちょっと。ひな、大丈夫？ちょっとひな、ここ危ないから、ちょっとこっち行ってください。危ないよ。ひな、ひな、大丈夫だね。大丈夫？いい？ジンギスカンやりますよ。うわ、最高だね。いや、めちゃくちゃうまいですからね。気をつけてください。気をつけた方がいい。うん、ぶっ飛ぶ、ぶっ飛ぶから。ざく切りでいきます。うまいっすね。いや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 。料理好きですけどね。そんな結構やっぱ作ってますもんね、ずっと。そう、家でも飯作るので大好き。今日は包丁はこれだけです。こっからもガンガン焼いていきますよ。お願いします。ビールもなくなってきますから気をつけてください。お土産ありました。はい、なんすか。なんだ、持ってきました。やっぱ宮城なんで自分牛タン持ってきました。牛タン食べましょうよ。牛タン
ジンギスカンもちょっと捨ててきます。いいいい、牛タン食いましょう、牛タン食いましょう、牛タン、先じゃあ牛タン食ったら、あ、いいっすね、牛タン食いますか、軽く牛タン、いけますいけます、やっちゃいましょうやっちゃいましょう。いや、こんなビール足りる、いや、ギリっすかね、ちょっと待って、至高ですよ、高みに、高みに至っちゃう牛タン、高みに至っちゃう牛タン、めちゃくちゃ楽しみ、めちゃくちゃうまいんで、本当に、ぜひ食べてほしくて持ってきました。ブラブラ出ますよこれ、これめちゃくちゃうまいんで、いっちゃいましょう、いいですか、行きましょう、これどどう、もういけるやつ、あ、もう全然いける、ちょうどいい、じゃあ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 、よっしゃ、牛タンはもう高温で一気に焼いた方がうまいんで、ほう、一気にやっちゃいます、お願いします、すげえ刺しが、うわこれ下味もついてるんで、もう下味も完璧についてるんで、そのままいただけます、すげえ、あ、切れ込みも入ってるんですね、そうなんですよ、結構食べやすい、うまっそう、仙台といえば牛タンですかね、仙台はやっぱ牛タンなんで、はいはいはい、もうその中でもうトップオブトップの牛タンだと、やっぱ至高なんでね、至高までいっちゃった至高を歌ってるんで、やっぱりこれはねえ、楽しみすぎる、これね、めちゃくちゃ食べてほしいんだ、ほんと、うまそう、めちゃくちゃいい匂いだ、よだれダルダルですけど今僕、これこれまたビールに合うんだよ、めちゃくちゃ。匂いでいけちゃうんじゃないこれ。匂いで朝までいけるこれ。ずっとこう嗅いでる、嗅いでるんでやっててください。うまそう。これうまいよ。いきますか、いきますか。まだかい。もうちょいかな。まだなんかい。もうちょいかな。もらっていいですか。オッケーっす。これ。いやー、いい食べてー、やべえ。お先行っちゃっていいですか。いいよ。で、どうですか。うまいっしょマジで。マジでうまいのよこれ。至高だわ。いただきます。うん。うまっ。マジでうまい。ああ、食べ食べて。ああ、ありがとうございます。バチクソうまいですねこれ。マジでうまいよ。マジうまくない？いや、これあのなんか仙台駅とかで買えるやつなんですか？ではなくてネットだけだねこれ多分。確か。で、至高で検索では出るんですか？牛タン。牛タン至高で出ると思う。バチクソうまいなこれ。マジでうまい。やばい。味付けが結構完璧じゃん。うん。やばい。うわ。ジンギスカン出せねえよこれも。いやでも僕のも至高のジンギスカンなんで気をつけてください。いただきたいのそれも。はい、ガンガンいきましょう。そしたらうわこちらの鍋で来ましたね。これもう大好きなんで。あ、ジンギスカン好きですか？大好き。じゃあガンガン焼いていきましょう。お願いします。この鍋使ってジンギスカンしたことありますか？これは見てたやつですね。あ、見たことあります。動画で見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、ファンですか？もちろん。ありがとうございます。よくひなかなも見てますんで。 ありがとうね、いいな、いいな。ジンギスカンってうまいよね。いや、美味しいっすよね。本当なんか外でやったことないです。あ、いや本当外で食うのがまた美味しいんですよ。そう、飛びますよ。今日飛んでください。
確かに飛べる環境下ではあります。環境下ではあります。もうめちゃくちゃいい匂いするんだけど、すでに。すでに何にも。これだけでもうまいもんだけど。もうこれでいいっすかね、今日は。めっちゃうまいと思う。野菜炒めってうまいっすから。うまいっすね。安い。入れてきますね。今日、2回戦あるんですけど。2回戦で、はい。とりあえず、ラムからいきましょう。うわぁ。特上でございます。大好きですよ、ラム。うまいっすよね。まあ。うわぁ、どりゃぁ、うわぁ、しゃぁ、もううまいじゃん、これ。もう行きます。もう行けない。もう行けない。あれで、上で焼いて、うわ下で焼いて。これはうまいやつだ。気をつけてください、マジで。飛んじゃいますよ、これ。飛んじゃいますね。行きましょう、今日は、どこまでも。どこまでも。思考の彼方に行きましょう。匂いで、いっちゃいますね、俺。下ネタやめてもらっていいですか。いや、違います。違います。違います。やめてください、僕大嫌いですよ。そういうチャンネルじゃないんで、別に。そういうチャンネルです。すいません。そうです。申し訳ないです。すいません。いいっすか。いや、いいよ、いいよ、いいよ。うわ、これは。ちょっと待ってくださいよ。ヒナ、ラムだってヒナ。ヒナ食えるのこれ。食っていいの？大好きだねこれもしかして。はい、じゃあリチャ。いただきます。リチャさん。うわ。どうぞ行っちゃってください。行っちゃっていいですか？行っちゃってください。いただきます。まっすぐ。飛べる、うん、今日飛べます、飛んじゃうかな今日。うまそう、うまっ、最高っすね、簡単だし、俺は最高っすね、味がめちゃめちゃしっかりしてる、そう、私もいただきます。うん、レモンサワー飲みます。わ、めっちゃ美味しい。やりましょう。やりましょう。よし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 。やりですか。いいんですか。いいんですよ。いいですか。いいんですよ。ここでレモンサワー飲んじゃったらちょっと、いいですか、僕の手で。いや、いいっす、いいっす、いいっすか、いいっすか、いいっすか。いいって気を味付けてもらって。いや、さっき、アルコールでしっかりやらかった。ストップってくださいね。はい。あー、ストップで。よいしょ。だいぶやっぱお上品な入れ方ですね、やっぱり。そうですね。はい、これが相場なんで。そうです。ちょっとわかんないな、俺。そういうの。うまそう。でもプラスにしたら多分今日大丈夫です。マジで。いけます。よし。よこそいぜ。これが伊豆主の濃さか。美味しいっすね。美味しい。濃いっすね。濃い。濃い。よし。美味しい。まだまだいきますよ。いただきます。いいですか。お願いします。犬キャンどうですか。やばいですね。いや犬やばいっしょやっぱ。やばい。癒され。癒しがやばくないですか。やばい。この伝ってくるぬくもりも最高。そう。ぬくもりがそうだし、うん、やっぱ一緒にいるとやっぱめちゃくちゃやっぱ落ち着くんですよね。本当。犬飼うか。だけど猫派の、いやいやどっちも好きですよ。妻も犬も大好きなんで。本当ですか。うん、ゆくゆくはいいっす、ね、うん、飼うのも視野に入れて
こんな落ち着いてることあるんですか。結構珍しいって言われますけど。お利口だね。お利口だね。可愛すぎる。最高のワンちゃんキャンプに。とびっきりの静岡っぽいものを作ってあげますよ。まさかあれっすか。わかるんですか。わかっちゃってますもう。まさかあれっすか。やっちゃった。降りてもらってもいいかな。なかなか降りたくないよね。降りたくない。降りたくない。これで頑張るじゃん。そしたら大好き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 。よし、やりましょうか。ちょっとお願いします。じゃあ作っていきますよ。まさかそれはあれです。 やはりあれです。やはりあれですか。やっていきましょう。楽しみだね。食べれるかな。食べれる。玉ねぎ入っちゃった。やだ、食べれないかな。カボー。いただきますか。どうすか伊豆は。どうすか伊豆は。伊豆めっちゃ良いっすね本当。いや、いいっすよ。改めて思いました。もっとディープなとこあるんですよ。マジっすか。今度行きましょうよ。お願いします。知ってます。何すかそれ。これ肉カスって言って。肉カス。まあ言ったら油を揚げたやつ。初めて見た。これがまた旨味になるんですよ。それが富士宮焼きそばの、うん、本当に。そうそうそう。なんかまた下ネタ考えたんですか。やってくださいよ。そういうチャンネルじゃない。そういうチャンネルです。こっちは。すいません、間違えました。うわ、すげえ。りゃー。うわー、いや、大好きじゃん、お肉。お肉大好き。お肉大好きじゃん。豚肉も食えるんすか。何でも食える、肉は。へぇー。俺が食えるかな。俺が食っちゃうけど。うまそう、もううまそう。ただ油かすと豚肉焼いただけですけど、これでいいっすか。めちゃくちゃうまそうだけどね。じゃあ、やります。うわ、もうこれでうまいっすか。もうこれでうまいっすかね。これでうまいからそもそも。これ結構、うん、山とかめっちゃ食うから。ああ、食いますよこれで。今日はあの明日の12時までやるんで。これをチビ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 。よいしょ、いきますよ。ああ、やっぱりそうです。富士宮ですか。はい、富士宮行きましょうか。うわ、至高の至高の至高の富士宮登頂しましょう今日。富士を。いいんです。4玉ノルマ1人に2玉。朝までやる。朝まで。朝まで。朝までちょうどいいかも。ちょうどいいかも。さあ、すごいな。うわー、すごいね。田舎でも食えんねん、これ。これ食える、食えるかな。そうだ。よしよし。野菜で蒸していきますね。うわ、うまそう。うわ、これかけたらもう、あしゃうわ、うわ、香りが。香りやばい。みんなもらってる。すごいね、さん。どうする。これはうまいでしょ。これがうまいんですよ。
と匂いでマジでやばい。すっ飛びます。うん。めちゃくちゃ酒すん。バーイ。バーイ。よっしゃー。やばいっすね。じゃあ食いますか。あ、ここに最後にかけるものがある。まだ。はい。最後に。うわ、それなんすか。これが。だしこっつって。だしこ。静岡だと結構ポピュラーなんですけど。おでんのとかに入れたり、魚粉と青酢が混ざったやつですね。絶対うまいじゃんこれ。いきましょうか。うわうまそう。よし。じゃあいただいていいですか。どうぞどうぞ。これやばいな、こうしちゃうの。いっぱいガス、うん、がっつり魚粉も取った。うわ。食べてみてください。うまっすね。美味しそうだねこれ。どうぞどうぞ、いただいていいですか。どうぞどうぞ。いただきます。うん、うまっ。うまいっすよね。うんうん、この、うん、これ最後にかけたら何でしたっけ。魚粉。あ、魚粉が、だし粉、魚粉だし粉がめっちゃうまい、うん、この麺特徴的な、この確かにゴムゴムして、うんうん、これハマっちゃうともう抜け出せないですからね。気をつけてください。うまっ。ちょっととびきりの最後、飲み物あるんですけど。最後じゃない、まだあるんですか。飲みます。いただきます。行きましょう。じゃあ飲み物、あら、こちらで行かせてもらいましょう。日本酒ですか。いやー、そうなんですよ。やば、全然地酒じゃないんですけど。どこですか。俺、これは岩手県の赤部っすね。うまそう。これ超美味しいですよ。マジっすか。そう、それこそ宮城の先輩が買ってきてくれて、ちょうど宮城の。飲んでみましょうか。いただきます。いや、僕らも日本酒飲む時いつも使ってるコップがあるんですけど、ちょっと僕何個か持ってるんでちょっと持ってきます。いや、それ俺も持ってます。ファンかよこいつ。ちょっと持ってきますわ自分。あ、本当にありがとうございます。え、持ってんの。あ、持ってます。ああ、ジブス持ってきました。あ、これですよね。そうです。あ、いい形してますね。めちゃくちゃかっこよく、ちょっとはめてみてください。え、はめてみてください。いや、それチャンネルじゃないんで。すいません。赤部飲んでみてください。いいですか。ありがとうございます。うわ、これ初めて飲むんですよこれで。本当に。うん。いや、これで飲むとこのために持ってきましたから。あ、テンションめちゃくちゃ上がりますからね。すみません。はい。ではでは。いい夜を。はい。これまあ、これからです。はい。ありがとうございます。キバイ。お願いします。ピッチャー。うまっ。うへえ。うまいですねこれマジで。うまみがすごいんですよこれ。うまっ。赤ぶーでー、マジでうまい。赤ぶー、朝まで、朝まで行きます。行っちゃいますか。めっちゃ食うね。飲んで飲んで、うん、めちゃくちゃ美味しいんで、うん。先生、失礼しました。どうぞどうぞ。ごめんね。リチャさんファン増えるぞ。どうぞどうぞどうぞ。やべやべ。じゃあいただきます。ありがとうございます。マジでうまいこれ。うわ、うまいっすね。こっからまだまだやりますよ。いきますか。じゃ
お願いします。挨拶する。挨拶する。全然でいいわ。また伊豆遊び来てください、ね。ぜひぜひ。